菅野孝典のすげえ話。はい、では菅野孝典のすげえ話、今回はありがとうございます。すいません、拍手してくれる選手誰もいなかった。いやいやいや、すいません。今回はやね、満を持した、そうですね、浅野選手に来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは。すいません、忙しいところ申し訳ないです、はい、いや全然大丈夫です本当に。すいません、まあ、あのね、久しぶりに話すんでちょっと何を喋っていいのかちょっと忘れてますけど。回せますか。回します。はい、すいませんね。まあまあ楽しんでてください皆さん。数字持ってるんでね。はい、数字も持ってるし、なんか僕のことをもうバカにし続けてるという。いやいやいや、はい、リスペクトしてるからこそですよ。もうなんか違う他番組のなんかね、民放で僕にいたずら電話かけてきて急に。いや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 、あれ何だったんですかね。まあ本題やりましょうか。はい、そうですね。すいませんね。この番組拝見したことあります？あります、あります。どんな印象ありますかね。見てねえな。いやいや、見てるっす、そんな見てるっす。ガチガチ見てる。あ、そうですね。はい、いや、なんか出るときは言ってくださいよみたいなこと言ったんで、本当に言ったら本当に出てくれて。そうですね、なんかまあ普通に盛り上げ足りないなと思います。足りない、はい、いや、それはちょっと勉強になりました。今日ちょっと楽しみに。はい、いや、だから僕がただの趣味で始めたこれ延長線上なんで、人の人生を聞いて僕の人生に生かすみたいな。あ、ただ趣味の延長で、まあ、だからやらせてもらって。忙しい方はラジオ感覚で聞いてもらってもいいですか。それがもう理想ですね。だから今日は浅野選手を、はい、丸裸にすると。幼少時代からを丸裸にしていきたいなと、はいはい、したいと思いますね。どうかよろしくお願いします。お願いします。すいません。そして早速、浅野くんはまあ今は本当にうるさい選手なんですけど、はいはい、子供生まれた時はどんな感じだったんですか。そういう家族構成だったりっていうのは。家族構成は、うん、僕まあ6男1女なんで。すごいっすよね、兄弟が。の少子化の波を。そうですね、もう貢献しますね。逆行している、はい、ご両親に。そうですね、だからまあ僕4男なんで、多分僕生まれた時にはもううるさかったと思います。サッカー今やってるのはお兄さんの。そうそうそう、が3男っす。3男なんですね。だからその上に2人お兄ちゃんいて、だから僕の下にも2人弟がいるって感じです。で、一番下に妹。妹かわいいね。じゃあね、まあ今大きいですけどね、生まれた時は。何でも何でも今言うこと聞いちゃう感じでしょ。まあちょっとやっぱわがままに育っちゃってます。それはしょうがないよね。そうそうそう、初めての女の子なんて、お父さんお母さんからしたらね。でも父さんの方が怒ったことないって言ってましたもん。いや、僕も同じくですね。怒れないですか、女の子には。今もう言われてましたっけ、自分の子供とか公表してましたっけ。あ、しました。男女。あ、男っすよ。あ、男なんですね。いや、女の子は難しい、怒るのが。俺も男兄弟だけだったから、もうわからないから。いや、でもそんなん聞きたくないですね。いや、もう聞けない。スネーさんがそんな怒れない。いや、俺怒ってないでしょ、クラブでも。別にそんな怒るキャラじゃないじゃないですか。だってキーパーってやっぱり。いや、キーパー持ち込まないでしょ、家庭に。やばくない？そうなんですか。いや、そうですね。フォワード持ち込んでます？僕ギャンギャン。ギャンギャン、はい、攻めてますよ。奥さんにも亭主関白な感じで。いやいやいや、なんかフォワードってそういうイメージがあるじゃないですか。俺の後についてる。いや、でもやっぱり結果が全てだよ。子供生まれた母親は強いですよ。強い。いや、まあ子供生まれなくても母親は強いんですけどね。やっぱ女性は、まあまあ、女性にはかなわない、ね、ひたすら謝ってみましょうね。そうですね、うん、本当にすみません。皆さん気をつけてください。気をつけてください。じゃあサッカーを始めたのは、じゃあもう兄貴の影響ってこと。全員サッカーやってた。全員サッカーやってて、だから本当にもう連鎖っすよね。そのお兄ちゃん、長男やって、次男やって。そういうことだよね。そうそうそう。それまでは何も別に他のスポーツに触れることもなく。触れることもなく、まあだから物心ついたらやっぱお兄ちゃんとボール蹴ってたんで。で、小学校1年生で僕のそのチームが入れるんですよ、うん、だからもう小学校1年生になったらもう事情的に入るみたいな。どんな少年だったんですか。いや、でも俺ほんまに言われるのはマジで変わらんって言われます。そう、保育園の先生とかも仲いいんですけど今。まだやばいガキだね。じゃあね。そうですね、まあでも楽しかったって言ってましたよ。じゃあ何、でも今自分の今でも楽しいと思われてるってこと。いや、思ってるってことね。いや、楽しいでしょ、だってそれは自分の自己評価ですよね、それね。ああ、でも関さんすごいっすよ、本当にロッカーとかで。いやいやいや、何がすごい。ほんまにこんなんじゃないっす、もっとうるさいっす。俺がいるから。まあいやいや、お前がいるからね。そう、浅野くんがね、2023年来てくれたから楽しんでますね。やっと僕のことをいじってくれる人が増えたんで。まあ最近の若手の僕へのいじりはもうひどいですよ。いやいや、そんなことないです。リスペクトしますけどね。してねえな。いや、ほんまにそうですよ。全くしてないもん、本当に。でもそんな話もいいんですけど、はい、サッカーを始めたのがじゃあ何歳ぐらいなんですか。だからまあ小学校1年生ですね。1年生で本格的に始めて、はい、チームに入ったのは。
やっぱり夢はやっぱ兄貴に勝つことだみたいな感じだった。目標は、目標はやっぱサッカー選手で、うん、まあ、家に帰ったらめちゃくちゃ口喧嘩みたいなのをしてました。あ、男だもんね。そうですね。え、プロ選手意識 し始めたのいつぐらいなの？もうずっと小学校の時からですよ。その日本代表の試合とか見てて、家族みんなで、それでもサッカー選手になるとは言ってました。何歳とか覚えてるんですか？いや、でももう小1の時には言ってましたよ。嘘でしょ、本当に？はい、すごいね。多分本当に言ってるだけなんですけど。仕事としても意識してたってことね。いや、仕事としてその時はいや、サッカー選手になりたいみたいなね。そうそうそう、何も考えずに。でもまあ身近にいる僕もそうだったけど、やっぱり兄貴の存在って強いじゃん。まあ、だいぶ強かったです。兄貴に負けられないとかさ、はいはい、まあまあまあ知ってる人はそんな年上がいないからさ、はい、から身近のライバルが兄貴な感じだったのもそんな感じ。やっぱりそうそうそう、本当にもう。そしたらね、やっぱタグマが公認の時にガーンと行ったじゃないですか、選手権で。そうなんですね。僕選手権見てないから申し訳ないです。あの時が一番悔しかったです僕。悔しかったっていうか、もうなんかいろんな人が俺に聞いてきたりとか、記者が俺のとこ来たりとか、関係ないのに。高校生のレベルで。そうそう、しかも僕高校がそのタグマと一緒の高校じゃないんですよ。おお、なんかその秘話も聞いたもんね僕も。やのになんか俺のとこになんかそのお兄ちゃんのことについてとか。マジで記者とか来たんで、ほんま悔しかったっすよ。それ適当なこと答えてたでしょ。いや、あいつは、いやもう、いやだからまあ真面目に答えた、ちゃんと。まあまあまあ、大学の時もしょっちゅう来てたんで、あのオリンピックとかあったじゃないですか。なるほどね。ジャガーポーズはかっこいいと思ったことないですねとか言ってたんですけど。いやでもいいね、でも身近にいいねっていうか、まあ身近にそういう存在がいるっていうのは、まあ僕はいなかったから分かんないけど、どういう感じなんですか。嫉妬なのか、いや、まあ、負けらんねえなとかなのか。まあ、嫉妬とかやっぱ負けず嫌いだったんで、ちっちゃい時から。でもやっぱ現状は負けとるなっていうのは自分でも分かってるんですよ、うん、でもやっぱいや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 ってどっかでもなんかタグの悪口とか言われとるとちょっとなかなったりとかもあります。え、ちなみに高校はどこだったんですか。僕は四日市養護高校です。お兄さんは、はい、その名門の四中高。四中高、はい、四日市中央ですね。なぜ同じ高校選ばなかったの。まあいろんな理由あるんですけど、うん、まあやっぱ一番はやっぱ大家族なんで金銭的にも行けなかったっていうのはあります。おお、そこを。そのなんかタクマも、うん、なんか四中高ってあの公立なんですよ、うん、でなんかやっぱりその推薦とかもないんで、でサッカー部でめちゃくちゃお金がかかるっていうの も、うん、もう結構有名やったんで、でタクマもなんかそれをちょっと気にして初め四中高選択入れてなかったんですよ、うん、でそれでまあ先生とかの相談とか母さんに行ったりして、父さん母さんに電話かかってきたりとか、うん、で、まあ、四中高行くことになったんですけど、うん、もう俺が高校選びの時はもう俺四中高行きたいって言える雰囲気じゃなかったっす。へえ、いやでもだって子供なんてそんないたらめちゃくちゃ金かかるじゃん。まあまあそうですね。まあ今親になってみたら分かるかもしれないけどさ、はい、その中ででもそこで気使ったんだ。やっぱだいぶ使ったっすよ子供ながらに。はい、へえ、もう無理やったっす。あ、そんなずうずうしい君でも言えなかった。いや、ちょっと嫌なんて嫌な。僕結構親は好きなんですよ。いやいや、親じゃなくて結構気遣いだもんね。そうそう、意外と人見知りだしね、最初はね。そうそうそう、だからもう、いや、でもやっぱりなんか、あ、兄貴いるんだろうなっていうのは見てわかる。すげえ周りの雰囲気も気遣うしさ。あ、やっぱわかります。わかる。すごいな、それわかるっていうのもすごいですね、うん、あ、俺も末っ子だったから、だから人の顔結構見ちゃうっていうか、逆に言えばね、いろんな意味でも雰囲気見ちゃうとか、はい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 、なんかそういうところは勝手に近いところあるかなと思ってたけど。賃金湧いてたんですか。うん、勝手にね、誰にも言わなかったけど、でもそういうのあったんだね。いや、マジあん時はほんまにすごかったっすよ僕も。でもやっぱつらかった、悔しかった。何ですか。まあ行きたい学校じゃないところに。いや、まあ正直そんな行きたい欲もなかったんですよ。あ、でもやっぱサッカーで上目指すなら四中高っていう感じだったんで、だから本当にプロを目指す人はそこばっかり行ってたんで、うん、でもそこからプロになった人いる四中、あ、今予後ですか、うん、僕で2人目です。あ、そう、2人いるんだ、はい、へえ。1人はもう現役引退しちゃった、もう結構だから上なんで。あ、多分知ってると思いますよ。あ、そう、村上さんって分かんないですか。いやいや、仙台とかいたんだ。あ、そう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 、めちゃくちゃお世話になりました僕。あ、本当ですか。あ、そうなんだ。三重とは知ってたけど。そうなんだ。そうそう、それが1人目ですね。へえ、めちゃくちゃ活躍したもんね。そうですね。い
やでもなんかすごいしっかりして、そっからどういう経歴なんですか。で僕はまあ高校でプロになれなくて。その時はオファーなかった。オファーなかったですね。まあそんな強いチームじゃなかったんで、有名なチームじゃないんで、まあ全国大会も出たこともないんで、で大阪体育大学に行きましたね。大阪体育大学は今いる田中俊太と一緒の。そうですそうです。僕ってこと、1個上の先輩ってことですね。そうですね、僕が1個で。大学生活ってどうなんですか。僕行ったことないんで。僕のイメージはもうなんかもう本当にキャンパスライフ。あでもやっぱりそれはあのないっす。対大は。対大はないっすよ。あそうなんですね。なんかそのよくあるじゃないですか、あの関東の大学とかなんちゃらキャンパスとか、どこどこキャンパスよ、ね、じゃなくて大阪体育大学もう1個しかないんで。えここにも全員来る。あでも全員来るんでしょ。はい。そしたら出会うじゃんね。逆にサッカー、まあ、関東の方が分かれてて校舎違うって言うじゃん。いやまあでもキャンパスライフとかほんまないっすよ。もうこんな私服で着とったら浮くっすもん。あそう、もうみんなジャージとかなんで。ほんまだからスーツ着とる人はだからその就活なんだとか。そんくらいね。そうそうそう就活なんだね。はいはい、いやでもそこからでも結構プロ入ってるじゃないですか。はい。なんかやっぱすごいいい大学なんですか。あんだけいい選手を生んでるっていう意味で。まあだからそのそうですね。どうなんですかね。うん、まあいい大学というかやっぱ磨かれると思いますよ。やっぱりサッカーのレベルは。やっぱその人もめちゃくちゃ多いんで、うん、入ってくるの250人ぐらいいるんですよ。1学年？いや一学年多分5、60人いるんで。やばいね。そうそう。じゃあもう名前も覚えられない選手もいるんだ監督に。ああ誰 だみたいな。あとまあ監その指導者の数がシンプル足りてないです。あそうちょっとそれでも問題なんですけど。ちょっとブラックですねそれね。なんですけど、まあ、でもしょうがないよね。しょうがないです。チームもだって ABCDEF とかまであるんで。F、すごいね。E とか F ぐらいまであるんで。その上下関係とかどうなん？上下関係はもちろんありますよ。あるんだ。ありますあります。まあでも最近今全然感じさせない上下関係してますけど。あだからちょっと学んでます大学高校で。ゆるいくなったと思うっす。でしょうね。うん、僕1年生の時の4年生とかの上下関係はすごかったですけど。俺4年生の時とかはもうだからそんな全然俊太もだってあんな俺にあんな感じじゃないですか。まあ、確かに、まあ、呼び捨てですもんね。そうそうそう。大学の時浅野さんやったんですけど、ね、浅野さんからプロになったら変わっちゃったと。僕変わってゆうやになりました。いやゆうやちゃんね。いや本当に。でもさその高校大学でどこでまあもちろんね子供の頃からプロになりたいなと思ってたけど、はいはい、そのまあプロオファー来なかったわけじゃん高校で、はい、して大学に行くして、現実的にいやプロになりてえなと思ったのは、あなれると思った感なれるそう思った時とか、その夢ってなんかあもうやめようかなとか、はい、そういうのも全くどういう感じだったの、その6年7年間か、まあ、高校3年間は、うん、まあ、正直、うん、まあ、プロは難しいやろうなと思ってました。へー。そのもちろん4中高のその同じ学年の人たちとかに負けとる感じはなかったんですよ、うん、自分の中でも、うん、個人的にはね、個人的には、うん、でもやっぱり大きい大会出てなんぼじゃないですか、活躍して、まあね、意外とそうやって出るとメディアでもね、そうです、注目度とかあったりとかもあるんですけど、ね、うん、僕はほんまに三重県2部とかのリーグ戦ってたり、プリンスリーグとかあるじゃないですか、三重県2部やったんですよ、うん、で、まあ、あの選手権も三重県大会1回戦2回戦とかで負けたりするようなチームだったんで、まあ、これは厳しいやろうなと。その時にさ、やっぱり多分今サッカー選手目指してる選手でさ、はい、まあ、みんなはみんないいチームにいるわけじゃないじゃん、はいはい、してそういう時にまあ兄貴が兄貴のインタビューをされるとかちょっと屈辱的じゃん、はい、してまあそういう、まあ、別に自分よりいい選手だと思ってない選手がメディアで取り上げられたりする、悔しいじゃん、はい、それをなんかポジティブに変えた変え方とかさ、その変換技術とかさ、まあ、そのメンタルの技術だと思うんだけどさ、はい、どういう感じでやってきたの？あ常に俺が一番やと思ってました、ね、思ってんだ、はい、それはもう結果関係なく、あもう関係なく、もうどこか、悪いところを無理やり探します、タグマとかにも、人のね、いやいや足早いだけやとか、あいつ足早いだけだからみたいな、そうそうそう、まあ、言わないですけど、まあまあまあもちろんね、そうそうそう、それで自分をそうそうそう奮い立たせるじゃないけど、はい、いやもう絶対俺の方がいいじゃんみたいな、そうっすね、でもそれをもう信じずにもいられるってこと、まあ、そんな疑わずそうやってできるってこと、そうそう、なんかもうちっちゃい時からもう母さんの教えがそれやったんですよ、もうずっとポジティブ思考というか、もうなんかちょっと教えてほしいよ、例えば試合出てなくても、そのいや温存温存とか、おあいい温存だよみたいな、そうそうそう温存かみたいな、常に試合を見に来てくれた方、
両親は。まあいやでもやっぱ大きくなる。6人いるからね。そうですね。小学校の時とかは来てたんですけど、中学校とかはやっぱ大会にならな来なかったですね。やっぱ忙しかったそうだよね。そのお母さん、やっぱお母さんの存在でかいよね。僕のお母さんもなんか、まあ、だいぶポジティブな、ちょっと狂ったようなポジティブさ持ってるんで。で狂ってるんですか。やめろお前。お袋に謝れお前。どういう狂い方だよ。わかんないですけど。いやでもそうなんだ。やっぱ身内にそういう人いたんですね。そうそう。逆にお父さんとかどうなんですか。父さんとかはお前なんか言ってくるっすけど、うん、あサッカーのこと言ってくる。言ってくるっすよ。ただでもほんまにもう何も思わんす。もう黙っとけって感じ。っていうちっちゃい時からそんな感じです。なるほどね。それで磨かれたわけね、今のポジティブは。そうっす。じゃあ今凹むことはない、正直。正直あんま凹まないっす。じゃあミスしました。じゃあどうやって次に切り替える。それはあのじゃあアマチュアの時、はい、まあ現在。はい。ミスをした時にあんまなんかそのミスのことを俺あんま、うん、その一瞬だけシュート外してああで終わります。ひずらないタイプなんだね。そうですね、割と。それは何、どういう変換をしてるんですか。いやもう過去変えらんないし、あもう次しかないでしょ。いやじゃなくてただ忘れます。もう一回同じシチュエーション来たら俺決めれるわって思います。なるほどね、はい、もうフォワードのメンタリティだね。いやなんか分かんないです。アホなの。でもこの気持ちは超大事だよね。まあそのポジティブは大事っす、マジで。しかも何事にも影響するじゃん、はい、これは別にサッカー以外でもさ、スポーツ以外のビジネスでも絶対そういうポジティブに捉えることって超大事だと思うから。だからもう天性なんだね。天性なんだ。じゃあ逆に奥さんになんかもうなんか全然手伝わなかったりしても気づかないタイプでしょ。だからまあたまになんか申し訳ないなと思って洗濯物とか一緒に干したりしますけど、してそれで1回だけでなんかやった顔でいるとちょっと怒られるみたいな。そうそうそう。でも怒らせないっすよそんな。いや怒られてるんだこれ。だいぶ怒られてます。でも怒られてるんですけど、まあ、ちなみに僕まあ、この2023夏の中断期間にたまたまディズニーランド僕も家族で行きまして。そうなんですか。したらなんか聞き覚えのある声でね、はいはい、まあ、その、まあ、初日、まあ、初日2日目とそのディズニーシーディズニーランドで行ったんですけど、はいはいはい、初日の夜に、はい、ディズニーシー行った夜になんか杉谷さんいましたってある選手から、はいはいはい、いやいたよ、いや話しかけろよみたいな。ああ、そうだ、俺チームの人から連絡来たってこと。そう、そんな普通話しかけるじゃん、チームメイトだったら。ですけどね、そんな LINE してくるんだったら、はい、して2日目になんかちょうど、まあ、夜ぐらいだよね、パレードで、はいはい、してだいぶなんか聞き覚えのあるなんか関西弁高めの声で、へえ、してなんか奥さんとバーって走ってたんだけど、俺の目の前にパーってもうなんか全然気づかないで行ったやつがいて失礼なやついるでしょ。そんなやつもいて、はい、ってどうしよう、そんな嫌われてんのかなと思って、はいはいはい、まあ、最後チェックアウトの日、まあ、その日も泊まったん で、はい、でちょうどチェックアウト の、 あのフロントに行った時に、はいはい、たまたまその選手見つけまして、はい、それが浅野さんに。そうなんですよ。ひどくないですか。マジびっくりしました。いや、びっくりしたら俺ですよね。お前はびっくりしないでしょ。だっていや、なんかチェックアウトしとったらなんか後ろからなんか来たな。いや、やめとけよお前。お前本当にびっくりするぐらいの仕方と、いやマジびっくりしました。その時もなんかすっげえ恐ろしいんですよ。あこんにちは、あ言ってたんですかみたいな。いやでもちょっとテンションは高かったんですよ。高かったかな。いや、じゃあその会えた嬉しさにあれが高かった、ギュン来たんですけど、やっぱ抑えてる自分もいました。あれ抑えてたんだ。はい。だから意外となんか、なんかグラウンド出たらこんな感じなんだなっていう寂しさは。いやいやいや、ほんまでもミッキーよりレアなキャラに会えたと思ってるんで僕。じゃあ話かけろよっていう、そういう寂しさがあった夏休みでしたっていう話でしたね。そうですね。まあ、そういう存在なんですよ。パパな顔してましたね。いやいや、本当にパパしてましたけど。今何の話しましたっけ、もう、こんなに冷たい男だっていう話で終わっちゃうんで、このままいやいやいや、あったかいですよ、もう俺結構。でもやっぱり本当にチームにさ、やっぱり浅野が入ってきて、やっぱりどうなんすか、変わったね。ほんますか。なんかポジティブな雰囲気。それみんなに言ってないですか。いやいやいや、なんかうるさいやつ来たからまた。はいはいはい。してなんかすごいいい雰囲気持って、しかもめちゃくちゃ最初入ってきた時はほら、あまだあこいつ被ってんだなみたいな。そうめっちゃ気遣ってんなみたいなの感じだけど、はい、そっから歩み寄ってくるスピードの速さ、やっぱりすごかったね。ちょっと簡単でしたね。簡単。イージー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 な先輩でした。いや本当にね。でもまあだいぶそのフォワードの競争もね、増えたのはやっぱり浅野選手が入ったきっかけもそうだし、だいぶ活性化したよね、期待以上の。本当ですか。で去年のミーティングとかもミシャ結構浅野の話してて。ほんますか。そうして、なんかアントラーズ戦でなんかロングシュート決めるでしょ、はいはいはい、
こんな簡単に、なんか俺はゴール全然決めれない時で、こんな簡単に決めれるんだよゴールはみたいな、だからお前らももっとやれみたいな、はい、だからまあまあ個人の技術が一番大事なんだみたいな、個人の力が一番大事なんだっていう、ミシャが、ミシャ浅野のこと大好きだなと思ったら今年トリに行ったから、しかも来てくれたっていうね。そうですね、まあだからスゲさんもう長くないじゃないですか、だってやめろお前俺がそろそろ引退するから来てくれたのかお前、それ違うだろお前でも今回初めて会ったのに、初めてあのプロの試合見に行ったら出てました寂しい話ですよね。俺だからすそんな選手と一緒にやってるっていうね、感慨深いですよ本当に感慨深いですよね、ほんまに。ちなみにオールスターだっけ、オールスターっていうかあの富士ゼロックス、ああゼロックスか、国立で、そう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 、レッズと、いやレッズじゃないです、レッズじゃないです、だからレイソル対仙台とかなんかどっなかったっすか、仙台とはやったの、仙台じゃないか、 F 東、あ F 東や、 F 東や、うん、勝ちましたよね、勝った勝った勝った、いい試合見に来たね、そうそうそう、その前夜試合にタクが出てたっていうのがあってそれを見に行ったんですけど前夜試合、その前の試合、なるほどね、はい、えお兄さんとはどんくらい離れてるんでしたっけ、2つです2つです、今のお兄さんとの関係ってどんな関係なんですか、僕ちなみに僕は全然仲良くなかったんで、いやちっちゃい時からめっちゃ仲いいですよ、でも連絡とか取り合わないです、あともうサッカーの話とかも全然しないです、連絡ヨーロッパどうなのとか代表どうなの、あもう全然ない全然ワールドカップどうなのとか、はい、ゼロゼロっす、あのタグの試合僕基本見ないんで、あそうそうそう、どういう存在なのじゃあ浅野にとっては、やっぱライバルやと思ってますよ、あやっぱそう、はい、ライバルというかまあそうですね、選手としてもね、はい、そうっすよ、いやそんな兄弟秘話を聞かせたらよかった、僕ももう本当に俺高校卒業するまで俺がね、はい、俺が二十歳ぐらいになるまで兄貴とあんま喋った覚えてないの、怖すぎて、それはないっすね、だから兄貴が、ちなみに兄貴はねあの浦和レッズのジュニアユースから入ったんで、はい、だ僕は絶対兄貴の道を継ぎたくなかったわけですよ、はいはいはい、家からしたら全然レッズの方が近いんだけど、いやもう兄貴も怖すぎて同じ道行きたくないってことで俺ベルディのセレクションを受けて、え怖いっていうのはどういうことですか、殴られるとかそっち系ですか、いやまあ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 怖いんですよ、もう存在がもう何をするにもビク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 して、でも一緒にいたくなかった、へえ、うん、兄貴のせいでなんか3つ離れてるんですけど、はい、なんか中学行ったら、まあ、兄貴の後輩じゃないですか、それのせいで俺がいじめられたりとか、あいじめられたりとか、まあまあ兄貴はそういう感じだったんで、でも上手かったんですよね、いやそうかもしれない、キーパーですか、いや真ん中は全然キーパーじゃないですね、真ん中は本当に俺よりも優秀でしたね、めっちゃいい選手だったと思う、そう、じゃあもう消えた天才だから出てこない、消えた天才に出てこない天才だね、だからいやでもまあまあ身近になんかそういうライバルがいるって結構大事だよね、いやいやもうほんまにでも振り返ってみればいい存在というかありがたいなと思いましたよ、うん、刺激とかも結構もらってたんで、うん、その中での親の存在ってどうなの、そのまあ親になってみてさ、はい、今6人いた親の中でさ、はいはい、子供がね、して今思う親へのその感情とか、まあその時に思ってた親への感情とか、いやもうそんな僕が子供の時とかはもうただただ楽しかったんですよ、もう賑やかで、うん、なんですけど今ほんまに自分も子供いて口で僕考えられへんす、6人っていう子供6、7人、あしかも2人2個差ずつぐらいで生まれてるんですよ、だから小学校の時も長男が小学校6年の時僕小1やったんで、同じ小学校に4人行ってたりとかしてたんで、やばいね、すごいね、そんなんもうやばいじゃないですか、いやすごいね、もうほんま動物園やと思うんです、いやでもそんだけ愛おしかったんだろうね、次が欲しいと思えちゃうぐらい、多分ほんまあの時の俺ら可愛かったやと思うんです、あの時はな本当に